ムハンマド・アル・オワイスは、サウジアラビア・ハサー出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー、あるアハリジッタ所属。2017年7月18日、サウジプロフェッショナルリーグのあるアハリジッタに移籍した。立ち位置としては、ヤーセル・アル・モサイレムのバックアッパーとなる。2020年11月以降は、モサイレムからポジションをダッシュし、レギュラーとして活躍している。 2015年9月に 2018FIFA フフワールドカップアジア予選の東ティモール代表戦で A 代表に初招集された。2016年11月15日の同予選2本代表戦で代表初キャップを刻むがチームは1から2で敗れた。以降はメンバーから遠ざかったが2017年10月頃から再びメンバーに選出されそのまま2018年6月4日。 2018FIFA ワールドカップの本大会メンバーに選出された。本大会第一節のロシア戦での出番はなかったが、ロシア戦に先発出場していたアブドゥラー・アルマユフがご失点を起死したため、第二節ウルグアイ戦で先発に抜擢された。しかしチームは23分にエースルイス・スアレスにゴールを奪われ敗れた。ありがとうございます。